トトメス四世は古代エジプト第十八王朝の第八代ハラオ。即位名はメンケペルーラー。意味は永遠なるかなラー神の出現。一般に知られるトトメスの名はトト神の生み出したものの意味である。世に言う夢の碑文に記されるところによると、まだ王子だった頃、夢の中でホルエム、アケトから砂に渦漏れたスフィンクスを掘り出せば、 王位を獲得できるというお告げがあったとされ、それにより、ファラオになったという。このエピソードは広く知られている。史実と関連付けた解釈では、スフィンクスとは、ヘリオポリスの太陽神崇拝を示すという研究も、ある。事実即位後のトトメス4世は、アメン神官団の影響力の排除を試み、アメンオミワカンが就任する慣例であった養殖に、 腹心を認じるなどの施策を行っている。これらの施策は、息子アメンホテプ三世の時代になって、テイベからマルカタへの戦闘という形で一層、顕在化する。また、墓所にも様々な神と対話する姿が描かれており、アメン神官団との間には相当の確執があったようである。軍事面では、筆体との危機に対抗するため、 ミタンニをはじめとする諸国との間に同盟を締結、シリア方面の情勢を安定させる成果を上げている。ありがとうございます。